ドバタシネマ。こんにちは。こんにちは。始まりました井戸端シネマへようこそ。このチャンネルは2人のドキュメンタリー映画監督村上弘康と土屋十勝による映画について勝手におしゃべりしていく番組です。今回は第15号放送になります。小津安二郎監督の晩春について語ります。この番組はマニアックではない、近作過去作関係なくですね、スクリーンだけではなく配信や DVD ソフトなどでも見れる、今すぐにでも見れる作品を中心に語っていきます。小津の映画でいうとですね、ひそやかなアクションっていうのがあったりするんですよ。今言った風にもちょっと関係するんですけど、父のさっき言ったようにですね、この再婚話が持ち上がって、娘はもうものすごくこうショックを受けて、怒りすら感じるんですね。で、自分の家に帰ってきた時に父がいるんだけど、父とも話したくないから買い物に行くわって言って、買い物カゴ持ってすぐ家を出るんです。勢いよく出るんですよ。そうすると道路のショットになって、この紀子が家の門から出てきてこう歩いていくんですけど、その道はまあ昔だから舗装されてないんですね。その時にですね、紀子が出てきた時にふわっとこう砂ぼこりが立つんですよね。これもちょっと風の演出なんだけど、これ勢い、いかに彼女が勢いよく出てきたかっていうのをこうそこで見せるんだけど、この砂ぼこりがですね、ほとんど見てると気づかないんだけど、でも無意識下では気づかれてて、その紀子の激しい怒りっていうのを実は表している。で、砂ぼこりの演出っていうと、例えば黒澤明の用心棒とかですね、うん、であれは黒澤なんかこれ見よがしに観客の意識に訴えかけるように、いや、はっきり分かりますよね、ああいうその、いわゆるエレメントを利用しますけど、小津は分からないようにですね、そういうことを実はやってるんで、砂ぼこりが立つっていうのは普通に歩いていて立たないですから、砂ぼこり立つようにちゃんと砂を撒いていて、なおかつそこでねちょっと微風なりなんなり、やってるわけですから、でこういうことをね、小津はねやってるんですよね。で、そういう意味では、こう人間の芝居もそうなんですよね。最小限の動作でその人の心理状態を表すっていうことをよくやっていてですね、例えば紀子さんがおばさんからね、お父さんにこういう再婚の話があるんだけどっていうのをその聞くんですけど、その時になんかこう紐を持ってるんですよ。まさに今その紐をなんかね、なんかそれまでは世間話してた、何気なくテーブルの上にあった紐かなんか持ってるんだけど、その話を聞いた途端ですね、もうその紐をぐる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 こうね巻いていく。それに意識してないんで、それこそ無意識でやってるんですけど、そのぐる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 やっている仕草がですね、紀子のもう複雑にこう絡まった心理状態を表していて、これをまあよく見ていないと多くの人気づかないかもしれないんですよね。で、そういうね、なんかね、こう一芝居させるっていうのは小津はうまくてですね、例えばこれ有名なシーンなんですけど、最後結局こう紀子が自宅からお嫁さんに行くシーンで、まあお父さんにね花嫁姿になって着替えが終わって挨拶して、さあじゃあ結婚式場に行きましょうっていう時に、おばさんの子杉村春子がですね、誰もいなくなった室内をですね、なんか無意識にくるりと一回りする演技があるんですね。これは大津もあの芝居には舌を巻いたって言ってるんですけど、これも人間なんとなく無意識にやりますよね。なんか出かけるとき、あ、忘れ物なかったかとか、こう一通りね、気が動転してるときに何気なく鍵とかガスとか、あれ私次何やればいいんだっけみたいなのをやってですね、なんかそういうこう非日常をですね、たったそれだけの芝居でこう感じさせるんですね。それともう二度とこの紀子はですね、この部屋に戻ってこないんだっていうことすら感じさせるんですよね。もう何も娘に紀子に関するものは残されてないかしらって、杉丸春子が確認してるようにも見れて、だからそういうところもね、また非常にこの小津のですね、芝居に関してもものすごくこう隠されたですね、いろんなこう演出っていうのをやってるわけですね。はい、で、まあ、今までいろいろ小津の映画語ってきたんですけど、小津はもの何回も繰り返しますけど、大切なものは隠せっていうのがモットーなんですね。で、その大切なものを隠してる、いわゆる比喩とか暗喩の表現でですね、まあ、晩春の中で、まあ、ちょっと細かく見ていくとですね、そのさっき言ったですね、能の鑑賞の後のシーンですね、まあ、紀子は、まあ、お父さんが再婚すると思って怒ってですね、お父さんと一緒に帰らないで、まあ、友達の家に行っちゃうんですね。で、友達の家でいろいろそういうことをぶつくさぶつくさ友達に言ってるんですけど、でそのシーンをちょっと注意深く見るとですね、その友達の家の部屋のシーンなんですね。結構この友達の家はですね、お友達の家は裕福なんですよ。かなりもう多分中流より上の洋風の家で、なんかしかも
あのその友達がケーキなんか作ってるんですよね。当時家でケーキなんか作るって言ったらやっぱりかなりもう ねあの上流の人だと思うんですけど、で、あの扉大きなね、洋間なんですけど、2人がいる大きな扉とその隣にですね、これまたあの柱時計があるんですね。でその扉と柱時計がなぜかですねポンと映される。しかもですねこれ2回繰り返して映される。ちょっと間を置いて2回入れられるんですよ。でこれ2回入れるってことは明らかに意味があるんですね。でこれどういうことなのかなと思うと、まず扉っていうのはいわゆる閉ざすものですよね。幽閉ですよね。扉で閉ざされているっていうことを表していますね。で時計っていうのは刻々と過ぎていく、まあ、時間を表していると思うんですね。これは何かっていうと友人の部屋なんですけど、ここはやっぱりのりこ、主人公ののりこが婚期を逃してですね、貴重な若い時間がどん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 過ぎ去っていくっていうことを、まあ、暗示していると思うんですね。まあこれ、まあ父のいる家庭に囚われたのりこの、まあ境遇をですね、ここで表しているようなショットになっていると思います。そしてもしかしたらのりこもそれで自分は満足してるんだって言うんだけども、うん、この友達と話すうちに、友達は一回結婚してるんですよ、うんうん、そして一旦の離婚して出戻りなんですけど戻ってきてるんですけど、で自分の中にただやっぱり結婚の願望は父に囚われてるっていう願望が無意識にあるのかもしれないっていうのをこのショットで表していて、でしかもこの後ですね友人が扉を開けて入ってくるんですよ。でこののりこのそのつまり幽閉された環境っていうのを破るのは先に結婚した友達なんですね、うん、つまりこれは結婚しないとあなたのこの今の幽閉された境遇っていうのは破られないよ、変わりませんよということですか、うん、そしてのりこを連れ出すようにですねケーキ食べようとかなんとか言ってですねこの部屋を友人が連れ出すんですよ。そしたらですねその後何が起きるかっていうですね、柱時計がボーンボーンって鳴り出すわけです。つまりここからのりこの時が動き出すわけですね。始まる、うん、幽閉されて止まっていた青春の、うんあの時間が動き出すっていうことですね。もうこのショットを実はこう深読みしただけでですね、この映画のその後の展開がもう全てこう見えてくるんですね。こういうことをやってるんです。でこういうことはですね何度も僕もですねもうあの晩秋って何度も見てるんですけど、さっきの風の話とかここもですねぼーっと見てるとやっぱりですね気づかないです。気づかないです。でただ今回僕あのこの井戸端シネマでですねなんか喋らないといけないと思ってものすごく分析的に見ようと思って、まあ、僕、オズの映画を分析するのは実はあんまりね、好きじゃない、したことないです。好きじゃないです。それはなんでかっていうと、オズの映画が好きすぎて、楽しみたいから、あんまり分析的にやりたくないんですけど、うん、そんなに、なんか見つけてやろうって感じで見たいわけじゃなくて、ね、味わいたいっていう感じで見てる。思って、で、それはそれで面白いんですよ。僕はすごくそれですごく面白くて、オズが大好きなんですけど、でも、いざ分析しようと思ってみたらですね、こんなにもいろんなことがこう、オズのね、いろんな演出がこう、隠されていて、でおそらく世界の映画監督があのオズの映画を1位に選んだっていうのはそういうことなんですね。そういうのが見えてきたから、ね、作り手はやっぱり分かるわけですね。見れば見るほどこれはすごいぞっていうことがやっぱり見えてくるんで、まあ、オズが世界1位に選ばれたっていうのもあると思うんですけど、でこれね晩秋の中でもう一つねこれ作劇場のことなんだけど、あのすごくうまいのはね、あの映画の中でひそやかに人生が進行してるんですよ。これは映画に描かれたことだけが人生じゃないんですよね、実は。ひそやかにってどういうことですか、ね、ですね、例えばですね、うん、オープニングでですね、お茶会のシーンで、原節子がおばさんの杉村春子からですね、あの、自分の子供のなんか、ズボンを直して、お父さんのズボンを、まあ、物のない時代だから、お父さんのズボンをこう切って半ズボンにして、子供のなんか遊び着にしたいリメイクするのかな、なんかちょっとやってくれないって、まあ、要塞が得意なんでしょうね、のりこは。で、その後、ちょっとしてから、この銀座のシーンになって、そこで銀座で偶然父の友人と会うんですけど、なんで彼女が銀座に、鎌倉から銀座に行ったかっていうと、その、あの、ズボンを直したのミシンの針を買いに行ってます。ミシンの針をわざわざ買いに行くんだと思う。そうそうそう。当時だからね、多分。だから、それは理由がありますよね。その、要塞を頼まれたから、ミシンの針を買いに行って銀座に行ったらですね、偶然父の友人と会って、で、一緒にご飯食べるんですけど、父の友人っていうのは、実はもう再婚した人なんだよね、奥さん。それでなんか、汚らわしいといいんですよ、ね。実は若い奥さんをもらってですね、のりこはそれをね、汚らしい、不潔だってこう、ね、面と向かって言ったりするんですけど。何回も言ってました、不潔。そこでだから彼女の心情がわかりますよね。娘としての、父が再婚することに対しての娘の思いがあらわにそこでわかるんですけれども。で、その後ですね、そのおばさんの家に行くんですよ。で、これ理由はわかんないけど、おそらくそのできたズボンを届けに行ったから、おばさんの家にいるんですけど、それは明かさないんですよ。で、そのおばさんの家で、たまたまこう、その遊びに来ていた父の再婚相手になるかもしれないっていう人と
初めてそこでこう言葉を交わすわけですね。だからあの理由があるんだよね。その物語の流れに沿って人間が動くんじゃなくて、人間が本当にその要塞を頼まれて民心魔妖怪に行ってできたものを届けるっていう、その人生、その人の人生がちゃんと映画の中で進行してるわけですね。取ってつけたことじゃないんです。そこまで考えられて、でもう一つ重要なのなんですね。これ面白いなと思ったんだけど、で最初ね、鎌倉の家でお父さんが助手の若い助手の男となんかこう仕事してるんですね、うん、そうすると電気屋さんが電気メーターをこう今と違ってね、家の中にある電気メーター拝見させてもらいますって言って昔はバラバラバラ中にあったのかな、そうそう、うん、でまあ、仕事してるから上手で勝手にやってくれっつって、うん、踏み台をお借りしたいんですけどって言われて、あ、ちょ、じゃあ僕踏み台出しますよって助手の人が、なんか踏み台を持って電気屋さんにこう渡して、うん、電気屋さんが踏み台を持ってそういうメーターを測る。その時電気屋さんの顔は映らないんですね。あえて映してないんだけど、うん、この電気屋さんと、その助手の男がなんでここでそんなやり取りをするかっていうことが、後に明らかになるんですけども、うんうん、実はこの助手の男ですね、をお父さんは娘の旦那にするならこの助手がいいと思ってた、うん、でのりこもまんざらじゃない、うん、2人でなんかね、サイクリングに行ったりしてですね、なんかデートみたいなこともしてるから、うん、お父さんはてっきりこの助手とのりこうまくいっていこうと思ったら、うん、実はその助手にはもう結婚相手がいて結婚が決まってる、それはのりこも知ってたんですね、うん、だから若干のりこはそこで失恋みたいなものもしかしたらね、そういうのもあったのかもしれないんだけども、うん、まあ、そこはあんまり描かれてる、ね、まあ、そこも描かれてるね、たくあん、なんか焼きもち焼きみたいなね、恋心があったこともまあ描かれてるんだけど、たくあんのことそのか、で結局ですね、のりこは父がおばさんが持ってきた見合い相手の男とね結婚することになるんだけど、その結婚相手の男はどういう人相をしてるかっていうの、友達との会話の中で出るんですよね、うんうんうん、であんたの結婚相手どういう顔してるのって友達がのりこに聞いたら、おばさんはゲイリー・クーパーに似てると思うって言ってるんだけどえ、そうなの、すごいわねって、でも私はうちに来る電気屋さんに似てると思うって言うんだよね、のりこ。そうか、そういう流れか。で電気屋さんってゲイリー・クーパーって似てんのって言ったら、うん似てるよって言ったら、だから結局ゲイリー・クーパーにやっぱり似てんじゃないかって言って、なんかのろけを聞かされそうな感じになって、それはつまりですよ、間接的にその知ってるゲイリー・クーパーに似てるっていう共通項で、うん、ミア結婚するノリコの、つまりその電気屋さんはノリコが結婚するミア相手のいわゆるメタファーって分身みたいなものですよね、うんうん、でそことノリコが結婚したかったかもしれない助手の人がオープニングですでに開口してですね、で踏み台を彼は渡してるわけですよ、踏み台なんだ、つまりそうなんです譲ってるわけ、結婚をノリコにね、そういう、そういうの、一種の、まあ、ちょっとジョークみたいなものにも通ずる、ここまで考えて作られてるわけですね。こんなことちょっと普通の映画じゃありえないですけど、ね、結構逆、不思議な逆センスのお持ちだと思いますよね。オズはですね、やっぱりオズの映画って、まあ、最終的に悲劇的な悲しい映画ですけど、うん、笑いあるんですね、うん、これがものすごく救いになってて、うん、でその笑いは時にちょっと今で言うセクハラメーター笑い、ちょっとセクシャルな笑いだったり、うんね、そういうものがあって、あ、下ネタみたいな映画も作ったりしてるんで、 おならの映画を作ったり、おはようって作ったりしてるんですけど、とにかくユーモアを込めるっていうのはオズ映画のものすごく特徴で、それはやっぱり人生っていうのは最終的に、ね、人と人と別れるけど、でもその人が一緒にいる間はですね、やっぱり心の中でですね、語り合い笑い合うですね、うん、そういう好感があるはずだっていうことですね、大事なことだよ ね、 本当にね、生きてるってことだね、はい、うん、でオズの映画はいろんな特徴があるんですよ、さっき言ったようにこうローポジション、ローアングルから撮るとかですね、こう切り返しで いわゆるイマジナリーラインっていうのを超えてですね、対面してるように見えないように撮るとか、いろんな特徴があるんですけど、中でもやっぱりすごく特徴的なのが異常なまでの構図とかレイアウト、ポジション、コンポジションのへのこだわりなんですね。でオズの映画見てるとですね、例えば食べ物宴会のシーンとかでいろんな人がこうテーブルを囲んでるシーンがあるとですね、いろんな人がビール飲んだりジュース飲んだりしてるんですけど、そのコップの中の水位が全部揃ってるんですよそんなことありえない、ね、ありえない、みんな思い思いのを飲んでるの、ね、全部揃って、で醤油差しの高さとかこっちのソース瓶の高さとかもみんな揃ってるんですよ。でそのぐらい厳密に映像を整理してるんですね。それは揃えることによってものすごくこの画面がすっきりして綺麗に見えてくるんです。でオズっていうのはですね、いわゆるこうセットで撮影するときに大道具さんとか小道具さんがセット作ったら、一回そのセットを
実際撮影するカメラのアングルで覗いて、すべて小道具の位置をすべて自ら見てミリ単位で修正していくらしいんですよね。もうちょっと左、もうちょっとその言い方もですね、もうちょっと大船寄りだと、もうちょっと東京鎌倉とかっつってですね、いやそう、そういうな独自のこう方向感覚で言って、そのセットの飾り付けだけで1日撮るらしいんですよ。で多分こんな監督世界でもいないと思うんですね。そのぐらい厳密に構図っていうものにこだわる。スタジオ撮ってたらお金かかってしょうがない、まあ、それは ね、当時映画会社があって大相撲巨匠だったから許されたことだと思うんですけど、でさらにですね、人間の役者の芝居まで動きまで制御するわけですね。ちょっとしたあの首の傾き方とかですね、動きも役者がこれじゃ僕ちょっと不自然だと思うんですけどって言っても、いや君の演技より構図の方が僕は大事なんだって言って厳密に構図にこだわるんですね。でそのことによって生まれてくる非常に秩序だった美しさっていうのはちょっと他に例を見ないんですね。でさらにですね、映画の中に出てくる絵とかですね、茶碗とか日常の道具みたいなのも全部小津が用意する。小道具さんが用意してきたものを使うわけじゃないですね。小津が集めてきた茶、いろんなお茶碗とかあのいろんなものを使って、でさらにあの一般家庭にかけてあったりするとか、会社とかの、あの打ち合わせ室にかけてある絵もね、自分のこう知り合いの有名な梅原龍三郎とか東山魁とかですね、橋本明治とかすごい巨匠の絵をわざわざ借りてきて飾る。だからセットに必ず警備員がつくんですって、盗まれなんかあった時のために。でそのぐらいなんでこだわるかっていうと、やっぱり自分の目にかなったものしか映したくないんです。自分の審美眼にかなって強烈な美意識の中でですね、自分がやっぱり気に入るものしか映画に登場させたくない。だからもちろん俳優にもこだわるし、俳優もいわゆるその演技派っていうよりもちゃんとその人の品格とか人徳、人柄がまずオズのお眼鏡にかなわないと出れないわけです。出れる、出演できることはとても名誉ですね。あとその飾られる絵に、絵の作者としても名誉なことかもしれないし、そうでね、器もね、そうなんです、うん、でそういう小道具のこだわりの中にあってね、注意してみると小津の映画ってそういうあの絵とかね、彫刻とかそういうの出てくるんだけど、家庭って花も飾るじゃないですか、花瓶、玄関に花瓶があったり、あるいはあの宴会の席だってテーブルに花があったりするんだけど、小津の映画って花はほとんど出てこないですね。それはなんでかっていうと、花っていうのはやがてしおれていきますよね、あのやっぱりすごくこうしおれていって普遍じゃないじゃないですか、まあ、もちろん小津の映画は普遍じゃないもあのやがてこうしおれていくものを描くんだけど、さただその画面の中はそれはさせたくないですね。感じさせたくないのかしら、つまり抵抗したいわけです、普遍なものをこそに価値があって、本当は普遍であってほしいっていう願いを込めるために、あの変化していく花っていうものが排除されるんですね。ただ物語は結局普遍な、あの変わっていくっていうものをこう描くわけです。変化を描くけど、変化してしまう事物、小道具とかっていうものは一切排除するわけですね。そのぐらいやっぱ絵作りに徹底的に、映像作りにですね、徹底的にこだわってるんです。で、その映像作りに徹底的にこだわるから、画面には何一つですね、曖昧なものはなくてきっちり、してるんだけど、ものすごく抽象的な映像になってるんですよね。なんかあのモンドリアンの絵だ、これは絵だとかね、いう海外 の評論家もいたりして、画面がものすごくね、日本の家庭とかを撮ってるのにものすごく抽象絵画のように幾何学的に美しさで、後年カラーになるとそこに色彩が加わりますから、ものすごく綺麗な映画になっていくんですよね。小津安二郎晩春のパート3も、村上さんの話が止まりませんでしたけど、また次回パート4でお会いしましょう。